この先を抜ければゼビオンはすぐそこ。あと少しだ。もうすぐね。ゼビオンの伝承の塔には一度行ってみたいと思っていたの。伝承の塔か。あれだけ高いんだ。てっぺんまで登るには何日もかかっちゃうんだろうな。まさか普通に登るつもりなの？よーし。どうしたの？何かが近づいてくる。森の中からだ。は知らないが、ちょうど良いところへ来てくれました。ちょっと面倒なことになってしまいまして。面倒なこと？確かに面倒な奴らに目をつけられちまったね。いやはやそのようで。ま、こうなったら仕方ないな。付き合うぜ、おっさん。野党に襲われるなんて、あんたも運が悪いね。いやはや、運の良さには自信があったんですがね。運の良し悪しは関係ないさ。俺たちが一緒に戦うんだからな。おお、なんと頼もしい。期待しておりますぞ。クリア。燃えなさい。よっしゃ、おっさん、これでもう大丈夫だぜ。いやはや助かりました。なんとお礼を言えばよいやら。礼を言うにはちょいと早いみたいだよ。近くにまだ敵の気配があるからね。あ、本当だ。茂みのあたりから何か聞こえるわ。こんなところに隠れてやがるとはな。でも隠れていたことは自分たちが攻撃されるとは思ってないから。その通り。逆にチャンスだよ。気をついて驚かしてやるといいさ。ダメよ、私たちがついてるわ。敵に回ると厄介だね。奴らが茂みから出てくる前に倒しちまうよ。しつこい奴らだぜ。おい、そっちは大丈夫か？ええ、あなたこそ大丈夫なの？少し息が上がってるんじゃない？へっ、この程度どうってことないぜ。戦闘演習主席をなめるなよ。もう我慢できないわ。覚悟しなさい。Thank you.
よし、一丁上がりだな。なんとか片付いたわね。いやはや皆さんのおかげです。私一人では一体どうなっていたことか。ところでおっさん、一体何者だ。随分と大荷物みたいだけど。おっと、これは名乗りもせず失礼しました。私はトルネコ、エンドールから来たしがない武器屋です。エンドール、そんな名前の町あったかね。私も聞いたことがないわ。やはりご存じないか。しかしこれではっきりしました。どうやら私は伝説の武器を探して冒険するうち別の世界に迷い込んでしまったようなのです。別の世界ってここのこと？それじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなの？そうとしか考えられません。こう見えて私は大の冒険好きでして、世界の地理にはそれなりに詳しいのですが、この辺りの土地には全く見覚えがないのです。それで不安になって帰り道を探しているうちにあの連中に絡まれてしまったというわけで。なるほどな、それで追いかけられてたってことか。それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら。元の世界への帰り道もわからないんでしょ。はい、トルネコだったね。とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。おお、そうだな、そうしろよ。おっさん、うむ、おじさんよ、共に来るがいい。ちょっと、おっさんじゃなくてトルネコさんよ。それに来るがいいだなんて失礼でしょ。一緒に行きましょう。こっちの世界のことは全然わからないんでしょ。なんとありがたい。あなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーですよ。それではお言葉に甘えてしばらくの間よろしくお願いいたします。